ソフトバンクのカーター・スチュワート投手24が6勝目に意欲を見せた2日の日本ハム戦、水穂ペイペイドームに先発予定、大事なカードの初戦なので、とにかくチームのために全力でいい流れを作れるようにしたい。仙台、東京の遠征には同行せず、福岡に残って調整した今季、日本ハム戦では1勝を挙げており、対戦防御率も1、93と安定、長いイーニングを投げ、勝ちにつながる投球をしたいと意気込んだ。